この列の、黒いお姉さん、これのお姉さん、はい、真ん中のお姉さん、こんばんは。あ、こんばんは。何本送った俺に。8万弱ぐらい。お、結構投げてますね、はい。お名前は？ゆのです。ゆの、はい。どういう表記？悠久の悠に、いや、その日本人すぎるやろお前、漢字の例え。いや、もっとありがとうのありとかありなしのありじゃなくて、悠久の悠、日本人やな。悠久の悠に、簡単な乃木坂の、あ、そうです。あ、言うの、はい。どんな文言でスパチャくれてんの？2.5 次元俳優を晒してほしい女です。あー、お前か。そうなんや、はい、はい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 。俺が 2.5 次元俳優、何がええねんあいつらみたいな、フリップネタとか界隈めちゃくちゃらしいでって言った時に、その界隈から来てくれた人やな。はい、そうです。 2.5 次元界隈の人や。はい。おー、すごいすごい。ユノっていう名前やったか。そうかそうか、はい。なんか喋りたいことありますか？はい、私、聞かれたら答えようと思ってたんですけど、聞かれなかったのでちょっと自分で言っちゃうんですけど。何よ、怖い。俺が聞く、お、何？はい、私、消費者金融で働いてて。はあ、なるほど。いいね。はい。お仕事何されてるんですかってことで、はい、消費者金融で働いてる。はい。ほう、はい。ほんで、はい。いや、それを大体皆さんに、何されてる方ですかって聞かれるから、そのスパチャであえて言わずに貯めてたんですけど。そうない、そうない、ごめんな。そうかそうか、はい。お、どこどこ、YouTube 乗りますか？あ、じゃあこれは P しましょう。はい、はい、どこですか？ありがとうございます。です。いやあ、そう、はい。え、何年働いてるん？あ、新卒で、来月、え、違う、4月から2年目の年です。あ、入りたてや。はい、一番いいよ。ありがとうございます。おたくんとこが一番いい、はい。え、こんな頼んでもないのに、はい、50万貸せますよって言ってくれたりすんねん、はい、お前のとこは。はい、すごいな。ぜひ弊社をよろしくお願いします。いや、もうでもええかな、もう消費者金融は。え、あなたに何か権限あるんですか？はい、佐々木直人が、はい、無人契約機行って、はい、登録した時に、はい、あなたの名前言うの、はいはい、ユノさんに通してくださいって、はい、変わってくださいって言ったら、はい、ユノに変わってもらって、特別にちょっとこんぐらいご融資しますとか、ありえんの？私が特速の部署で。特速、はい。一番怖いとこやん。特速、はい、延滞したら私から連絡がいきます。うわ、怖。まあでも立場悪なってんねん、そっちもな。昔法改正でちょっと消費者金融の取り立てえぐいってなって一回ちょっと収まったんや。そうですね。なあ、はい。君から取り立てられんねや。はい、そうなんや。はい、でも俺のことは好きなんやろ？大好きです。そんな好きな俺、はいはい、でもあんたんとこから借りて返さんかったら、その電話とかして取り立てるってこと？まあ、延滞のデメリットをちゃんと説明するって感じです。でも好きなんやろ、はい、俺のこと。はい、好きです。ほな、見逃してくれよ。まあ、うちで借りますか？え、借りれたらじゃあ見逃してくれんの、はい、俺が返済せんでも。いや、私が書けなくても多分誰かが書けるので。そこに愛はあるんか。返さんでもええ。